南口久賀山駅は東京都杉並区久賀山4丁目にある京王電鉄院の頭線の駅である井の頭北関区所属駅番号はイン14改築前のホーム改築前の駅入口島式ホーム1面2線を有する地上駅であり京上駅舎を持つかつては現在の北口に地上駅舎があり改札口からホームまでは 地下道で連絡していた。当時は南口はなく、線路南側から駅に入場するには、踏切を北に渡る必要があった。また、踏切内からホームへ直通する車椅子用スロープが設置されていた。北口南口ともに、京上駅舎の改札フロアにはそれぞれエレベーターとエスカレーターが設置されている。エスカレーターは北口が上下両方向なのに対し、 南口は、上り方向のみである。2005年に駅舎が建て替えられるとともに、飲食店や物販などのテナントが入居するようになった。2020年度の1日平均乗降人員は3329人で、ある。井の頭線の駅としては、渋谷駅、吉祥寺駅、下北沢駅、明大前駅、高井戸駅に次いで、第7位である。 近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通り、南口には、瞳街道が通っている。さらに正面には、岩崎通信機につながる、商店街、通称、岩鳥通りがある。目の前に神田川があり、久我山橋が、駅前広場となっている。北口は、南口よりも賑やかな商店街であり、少し歩くと住宅街に入る。 駅前に、久我山駅バス停が所在している。なお、関東バスにも、久我山バス停が存在するが、当駅からは離れており、地理的な関連はない。コミュニティバス、ありがとうございます。